さんちゃんでーす。イエーイ。ということで、山本です、はい、伊沢でございます。はい、声出てるね、朝からね。出てますね、はい、なんて言ったって、うん、旅ロケですから。そう、来てしまいましたね。来ちゃいましたね、うん、どこだかわかりますか。ちょっとそれを問うにしてはヒント出過ぎちゃった。これちょっと出過ぎですよ。もうダメ、もう限界ですね。3、2、1。はい、お答えください。ということで正解はこちら。こちらです。はい、はい、こちらですね、あのこんの美しい白い城壁。こんのっていう強調白鷺城こと姫路城ですね。はい、来てしまいました。はい、白鷺城なんてもね呼ばれますけど、ということは、はい、今来てるのは兵庫県でございます。ということでございます。我々は、うん、兵庫県姫路市に来ております。すごい、久々に来ましたけど、はい、そしてこの度、うん、なんと僕たちクイズノックのクイズラリーがここ兵庫県で開催されるんですね。すごい。その名も兵庫夏の体験クイズラリーと言いまして、最高の夏にしようぜ。最高です。JR 神戸線を舞台に、うん、電車に乗って兵庫県の駅やスポットを巡ってクイズに挑戦するというね、ラリー形式のイベントになっている。夏らしいね。という感じなんですが、うん、まあ、せっかくなんで僕たちがね、兵庫県満喫しないといけないかなと。あ、なるほど。思いまして。そうなんだ、はい、皆さんの前に全然来たかっただけじゃない全然まあ来たかっただけじゃない。まあそれもある、うん、ありがたく楽しませていただきますけど僕はね。そうなんです、はい、はい、ということで楽しんでいこうかなと思います、うん、そして同時期には神戸姫路夏の体験デジタルパスというものもございまして、素晴らしい、こちらですね、うん、周辺の観光施設や交通機関をお得に回れるものがなってます。なんか俺たちのラリー向けのパスのように思えてしまうぐらいおあつらえ向きなパスですね。ちょうどいいよね。素晴らしいということで本日は伊沢さんと一緒に観光と、はい、そしてグルメと、楽しんでいきたいと思います。任せてください。もう僕はね、あの兵庫は10回以上来てますからご案内しますよ。楽しみですね。はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで早速じゃあ旅に行こうかなと思うんですが、うん、見えてますね、こちら姫路城ですね。はい、これも楽しみたいということで。あ、俺が案内するんじゃないんだ。はい、僕が案内します。あ、そうじゃあついてこ。今回のね、あの旅は僕がね、はい、めっちゃ知ってますんで。あ、じゃあお願いします、はい、本日はなんと天守閣に登らせていただけると。あ、そうなの。はい、すごいね。だってさ、今めっちゃ朝っぱらだから誰もいないよ。貸し切り状態マジで。これがまさに空城の刑ってやつか誰もいないからな。攻め入るわけじゃないんで空城の刑だった場合捕まるの俺たちだ天守閣からの景色もいいみたいなんで。マジか。っていうか俺こんなに姫路城来てるけど、うん、1回もこっから上上がったことない怖えからよ高いからそうかそうか。じゃあ頑張って一応気合い入れていきますわ、はい、では行ってみましょう。ういということで、天守閣登ってまいりました。いやそうなんだけどさ、はい、なんで開いてんの本日特別に開けていやいいよすごいことなのめっちゃ風が怖い。景色をね楽しめるようにと。高いよこれ。当時の技術で作ったってことだよねこれね。そうですね。いやめっちゃ綺麗よ。ここまでの天守が作られたのって1600年代の前半とかですからね、うん、池田輝政があの関ヶ原の後に作ってますから、それをねこのこんな高さまで作れたっていうのがめっちゃすごいですね。すごいね。で俺さっきちょっとチラ見したらさ、うん、そこだったら怖くないんだけど、うん、そこね、あの綾葉町の池田輝政の、ね、門がありますから。あるね。ちゃんと見てよ。怖いね。ちゃんと見てよ。めっちゃ怖いよ。そしてあそこにもね、うん、やっぱ姫路駅見えますね。あ、そう、姫路駅の北口出た時って、うん、あのドーンとねこうお城が見えるようになってるのがすごいね、うん、街づくりとしてすごいよな。着いた瞬間めっちゃ綺麗だったもん。そうなんですよ。これがねライトアップもされてたりしますからね。そうなんです。あの姫路駅だと俺、うん、何度も来てるけど、うん、駅そばが有名で。おお、駅そば。これなんとですね、中華麺使ってるんですね。中華麺。そう。へえ、なのにそば。中華麺そばなのがちょっと面白いところだと。へえ、美味しかったよ。それが駅のホームで食べられる。そう、新感覚だった。なんかへえ、あ、でもこれも合うなみたいなさっぱり食べられて美味しかったね。確かによく考えると食べたことない味かも。そういった楽しみもありますから。いや、やっぱグルメもね魅力ですから。そうだね。続いては、はい、腹ごしらえといきましょうか早いよ早いよ。まだちょっとでもお腹空いてきたでしょ。じゃあまあ確かに朝ごはん食う余裕もないぐらいだったからね。そうだよね。じゃあ朝昼兼ねていきますか。はい、行きましょう。ということででは次のところへ行ってみよう。よし、ちょっと怖い怖いさあだいぶ移動してきましたけども、はい、ということでね、うん、まあ、兵庫に来たからには名物が食べたいなということで、まあ、そうそう、明石焼きのお店に行きましょう。あら、素晴らしい、はい、いいですね。てかまあでも明石に来たんだから明石焼きじゃなくて卵焼きですわ。あ、呼び方ね、地元の人ですね。たこ焼きのルーツになったとも言われてるような料理ですね。はい、そうなんです
ふわふわのね、しかないと。はい、タコ干してあるんだけど、すごい。これって干してあるもんなんですか。普通冷ましてるんです。冷ましてるんだ。へえ、もうすでに美味しい香りがめちゃくちゃ漂ってきますね。 いただいちゃいますか。はい、じゃあすいません、お世話になります。お邪魔します。こちらは明石市魚の棚商店街にある吉川さんというお店でございます。縁起の4年前、創業以来59年ということで、うん、この商店街で一番の老舗らしいですよ。そうなんですね。いやー、ね、もうね、壁のサインがすごいもう人気店って感じ。じゃあいろんな芸能人が来てる、私含めそうですね。この明石市に明石焼きのお店、うん、70軒あるらしいです。あら、激戦区ですね。そうなんですよ。地元で激戦区じゃなかったらどうなんだって話なんですけどそれだけある中でね、そうです、この一軒選びましたから、はい、そうなんです。めちゃくちゃ食べたい。楽しみだね。いい匂いしてます。何粒食べられるか勝負いっぱい食べましょう。いただきます。お待たせしました。おお、来た。ありがとうございます。今見た、めちゃくちゃプルプル言いながら来たふわふわですよ。プルプルと踊る。タコ飯もつけてくれてる。タコ飯もあります。ありがとうございます。最高、香りがもう最高。うわー、いいですね。ありがとうございます。お出汁は何で取られた出汁ですか。カツオと昆布たっぷりで取ってます。カツオ昆布、ありがたいですね。イノシン酸とグルタミン酸ですね相乗効果がありますか。相乗効果がありますから。椎茸は入ってないんです。はい、あ、なるほど。グアニル酸ですね、うん、すごい食レポ理系食レポね説明するって。ありがとうございます。すみません、無駄話をしすぎました。本当に熱いんで気をつけてください。本当に熱いですか。無理じゃないんで。いただきます。確かにお出汁もね、湯気たっぷりで、もうすでに卵の香ばしい香りが、あ、ふわふわになっちゃう。つけすぎもよくないですね。いただきます。絶対に熱い。絶対に熱いです。かじろどう。おいしい優しいお味だけど、ね、うん、卵のうまさとお出汁のうまさ両方たっぷり、うん、タコパートいただきます。あ、やっぱタコだわ。タコが入ると、うん、ふわっとしたところでいきなりタコのむにっとしたね、美味しさがあって、タコのね、タンパクが美味しいね、これ最高成分の話してる、うん、そうですね。でも関西だとね、タコ夏食べますもんね、うん、やっぱタウリンがいっぱい入ってるから、タウリンと亜鉛でこうやってね、回復できるわけですよ美味しい。いいですね。じゃあもうしばらく取ってたね。え、ちょっと食べさせてよ。食べます、食べます、食べます。いただきます。いや、楽しみだったのよ。そうですよ。明石焼きね。あんまこの食レポね、2個差つくことないから。いただきます。どうぞ。うわ、ふわふわ。そうですよ。持った瞬間に分かるでしょ。うん。ちょっとお出汁つけて。気に入っちゃってくださいよ。ちょっと熱いの大丈夫かな。大丈夫、俺大丈夫。大丈夫、うん。じゃあ、いただきます。どうぞうん熱い熱いそれ熱いやろ熱いじゃないかそれな、熱いわな。でも美味しい。美味しいでしょ。うん、鍋でしょそれは熱いわ。いや、ほんとふわふわで、うん、なんか想像してたのはたこ焼きみたいな感じなんだけど、うんうん、ちょっとやっぱ違うね。全然違うわ。このね、ほんとパリふわ、そしてプリプリっていうね、うん、この酸素がめっちゃ美味しい。食感の違いが楽しいね。そうなんです。美味しいわ。ソースに。え、あ、なるほど。そのパターンもあるんだ。いいですね。ソースはもう出汁つけずにってことですか。上に塗って、下を出汁で、はい、私はこれ。うわ、すごい味噌、うん、結構たっぷりね、この食べ方するの初めて。うん、これつける。結構黙っていけんだ。いきますよ。いただきます。あ、おいしい。マジか。あの、お出汁の旨味にソースの濃厚さが乗るから、そう、よりこうジャンクに楽しめるというか。なんか。こうやってお上品に楽しむものだと思ってたけど、ソース派多いんで。ソース美味しいわ。ソースつけます。
ぱね、たこ焼きのルーツと言われるのがなんか分かる気がする、これ、うんうん、これ、熱いのもすぐ食べられるようにってことで、うん、だし汁につけられるようになって言われてるから、いや、熱々だったからね、熱々だった俺でもなんかするって言ってたからね。あとね、うん、たこ飯ですよ、たこ飯ですね、ありがとうございます、たこ飯まで、しかも、これ、たっぷりですね、そうなんです、多いなんですよいっぱいつけていただいて、ありがとうございます。お店本当好きなんだよ。いただきます。優しくて美味しい。この出汁で炊いてるんです。え、同じ出汁ですか。でもね、このタコの香りがすごくいいですね。このタコ飯。そっか、すごいわ。美味しいタコが取れるからこそ、うん、もう美味しいタコ飯になる。うん。わ、これおにぎりにしても美味しそうだね。美味しそう。最高。関東に大量輸入したい山本さ、はい、兵庫に来るのは何回目の？兵庫は、うん、通過はあるけど上陸は初めて、うん、マジマジ楽しんだ感じでしたよ、うん、結構ね楽しいよ、もういやでしょうね、うん、最高ですよ、いいルート、マジでね10回は来てる、うん、結構来てるね、まずかすごいご縁があって、うん、何で来ること、これ仕事、公演かな、うん、でロケもあるし、そうかそうか、ロケの帰りに神戸でそば飯食べたりとか、うん、姫路仕事の時は姫路おでん食べたりとか、いいね、本当かってね、それこそおそばとかも美味しいし、うんうん、いや名物多いからね、そうなんですよ、各地各地で美味しいものがあるんですが、うん、でね、目の前にある明石焼きとたこ飯の前では想像も膨らみません、ね、最高ですよ、ほら、さて、うい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、本当に満足感があります、うん、ということでお腹も膨れたところで、はい、次のスポットへ行きましょう。なるほど、あ、ちょっとまだゆっくり今復帰中なんで感謝の例のねはい、OK です。どこ行くんですか？次はですね、はい、まあ、明石といえばあれかなというところに、ああれか、四五線で135度の四五線で反復横跳びするやつ、ね、それもあるんですが、あるんだ、今回はちょっと違うところに行こうと思います、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、ちょっと場所はね、はい、行ってみてのお楽しみということで、あ、そうなんだ、はい、大丈夫かなでは行ってみましょう、行きましょうということで、はい、やってまいりました、はい、明石海峡大橋です、いやーでかいね、これでかいよね、3911m、向こうは淡路島ですね、おお、よくご存知で、これはすごい、まあね、世界今第2位の橋ですからね、長さ的にはね、そうですね、釣り橋としてはダーダネス海峡にできちゃったけど、そう、新しいのが2022年にできちゃいましたけどそれまでも世界一ですからね、そうです、はい、1998年の4月に完成した本州と淡路島とつなぐ世界最大級の釣り橋ですね、やっぱね、でかいわ、こうやって見てみると、でかいね、ということで、はい、今日はお、あの明石海峡大橋に登っていきたいと思います、でかっ、え、いやいやいや、登るってどうやって登るの、なんかね、車で通るってこと、あ、違います、違います、なんかね、登れるらしいんですよ、そういう体験ができるらしく、あ、行ってくるのね、じゃあどうぞ、はい、一緒に行きましょう、いや俺は嫌だよ高いのは本当無理なんだよ、それ以上で無理なやつがダメなんだ行けるところまで行ってみましょう、行けるとこここだよ風が荒れすぎだろ海どんだけ風吹いてんだよ大荒れです、すごいなこれ、ちょっとやばいシチュエーションですけど、晴れてて景色がいいね、うん、あんま俺極力上見ないようにしてるわ、こうやって、はい、じゃあ参りましょうかね、行ってみましょう、はい、あー、そうなるのね、やった、行くぞー、イエーイ、うわー、すごいすごいすごい、うわ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 ー、わー、すげーすげー、星だ星だ、星の中だ、すごい、すごい、この今皆さんいらっしゃる方が海面から約40m、 40m、 40m、ね、じゃあ行きましょうか、ちょっと行きましょう、はい、お、すげえ、あー、透けた、限界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 うわ、透けてる、でもまだ、いいよ、まだとかじゃないさ、いや、まだ、まだ海じゃない、いや、そう、海だと関係ねえ下透けてるから、これもう少し行きましょうか、はい、もう少し行きましょう、ええ、ちょっと置いていきましょう、伊沢拓司はあ、海ですね、もう、そうですね、いや、でも風強いっすね、
そしてこの上が道路が、この上が道路、なるほど、すごい、はい、橋の中だ。どうしてもね、風によって、はい、まあ、橋もこう動きますんで、はい、風をなるべくこう逃がすというんですか、うんうん、そのために今伊沢さんちょっと来れてるんですけど、網というかね、やって、まあ、風をこうちょっと逃がしているという。なるほど、橋の強度のためにもこの構造が必要だったと。はいはい、楽しい。ここに機械がありますけど、あ、はい、この機械はですね、メインケーブルの中も鉄でできてますんで、はいはい、鉄を錆びさせないという仕組みで。なるほど、錆びさせないためには、はい、あの乾燥した空気をずっと送りつけます。そういう機械でございます。そうなんだ、はい、確かに潮風とかね、やっぱ錆びそうですね。でこの銀色のところから周りの空気を入れてますんで、はいはい、ここでフィルターかけて塩を全部取って、なるほど、でここで乾燥した空気を作ってずっと送り続けてます。へえ、これまあ明石海峡橋ができる時に開発した、うんうん、まあ、システムで、今あの日本国中とか、世界でも吊り橋ではこういうのを使っていただいてる。なるほど、先駆けということで、はい、はい、すごい。あー、てかめっちゃ、てかここ見るとめっちゃめっちゃ海絶景です。ここ、これ伊沢さん無理かも。こっちも景色綺麗ですね。こちらの町が明石市になります、ね、はいはいはい、真ん中の辺にちょっと時計台みたいなのが見えますかね。あの、あれです、ね、明石の天文台といいまして、そうか、あれが135度。そうです、はい。いや、いいですね。じゃあちょっと戻りますか。ようやく帰ってきました待ってるぞさあ、ということでね橋を見てきましたけどいや、立派だったね。いや、立派だったけどいい景色でしたね。景色本当にすごい良かったよ。ねえ、すごかったわ。下もね、見通して海荒れてましたね見てないでしょすごいロケだった。海まで行ってないでしょ、ね、いや、どうでしたか本当に綺麗だったねえ。しなんかね、真ん中にケーブルが錆びないための装置みたいなのがあって、うん、あったね。あ、見てないでしょ。知らないでしょ。あったね、あったあって、そうね、こういう工夫があって、うん、この大きい吊り橋ができてるんだなと思いましたね。そうだね、ほんとこの技術力の高さみたいなのって一歩一歩感じたよねコメントは100点怖かった本当に明石市とかのね、景色とかも楽しめると。すごいな、景色と技術と楽しめるポイントいっぱいありました ね、 ねさあ、早く戻りましょうあ、怖い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 。本当にいい体験。めちゃ怖いい続いてはこちら、明石海峡大橋のたもとにあります橋の科学館にやってまいりました。イエーイ。ということで中見ていきましょう。こんな楽しい感じで渡ってきました渡ってないでしょ君は。リアリティちょっとこっちすごいめちゃすごい。すごい。明石海峡橋で4キロぐらいあるんですけど、この中でこれ1000分の1の模型なんで、ちょうど4メーター1000分の1でもまだ 4m ある長え。結構行った気でいたけど、この辺なの多分。ああ、さっき言ってたの。それで今度上見てほしいんですけどね。おお、すごい。40メーター100分の1のこと。これ100分の1かいというのあるけど。こっちが1000分の1。すごい。かなり精巧な模型になってまして。おお、出た。これで釣ってるんだ。ケーブルだ。5ミリのケーブルを127本、正六角形。いや、すげえ。やっぱ強い構造にしてるんですね。127本。これをふーっと巻いてきて。巻いたのを一束を290束、うわ、こう大変だ。すごい。でそれで、円形にしたらすごい。これなの。で、うわかっこいい。めっちゃすげえ。スキルパネルみたいな。うわ、これ密なようですけど、はい、密ではなくて 20% ぐらい攻撃が、ね、置いておりますね。あります、あります。1日にしたかったんだけど、やっぱりできないんですよ。まあまあまあ、延期ありますよね。でこれを利用して今乾燥空気を送ってまして、これで錆びないようにしてます。むしろ錆び防止できるんだ。始まった技術。なるほど、かっこいい。ちょ、1本ぐらいもらって帰りたいないや、歴史を感じましたね。そうね、やっぱこれだけの工事の努力と最先端技術が詰め込まれてきたということは、歩いた時も感じたけど、ここに来るとね、より感じますね。俺も渡ったような気分になったよ
本当は渡ってないんだけどね。渡ってない気分になりました。では続いて、はい、もう少し北のエリアに向かっていきましょう。今だいぶ南だからね、はい、じゃ行きましょう。続いては、はい、丹波焼の里にやってまいりました。兵庫の伝統工芸、はい、丹波焼ですね。丹波焼は平安時代末期から鎌倉時代の初め以来、約850年以上も歴史があると、ね、これを伝統と呼ばずして何を呼ぶんだというぐらいの長い伝統がありますね。そうなんですよ。そんだけ歴史がある工芸なんですが、うん、まあ、日本六古窯の一つにもね数えられてますね。代表的なね、はい、何でも鑑定団見てると絶対出てくるやつ。クイズでも出ますよね。そうですね、六古窯、うん、でこれが、はい、そうです、書いてあるけど釜なんだね。ここにですね、上り釜があるんでちょっと見ていきましょうか。これ素敵なのがさ、下にね、うん、上り釜ってプレート、多分これ丹波焼だろう、プレートになってんだよ。おしゃれなとこですね。町中至る所に丹波焼があると。そう、ちょっと見ていきます。見ていきましょうか。おお、でかいね、長い。やっぱこうやって見るとさ、うん、ちょっとジブリに出てきそうなふんわりとしたいい雰囲気があるよね。どん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 登っていくっていうことですね。登り窯というのがそもそもその空気の対流を利用して均一に焼き上がるように作られたものだから、うん、登り窯のすごいところなんだよね。ちなみに、あ、だいぶ上がってったの。おお、こっちもちょっと穴開いてますね。皆さんこっちを見ていただくとね、うん、高低差がすごい分かると思うんだよね。高いね。どれだけ登ってきたんだろうっていう。分かるかな、これ伝わるかな。斜面は怖くないの？斜面は怖くない。あ、やっぱ俺人工物が怖いから。これはだいぶ大丈夫。これは大丈夫なんだ。これがあれだ、うん、こっから職人さんが入って、うん、焼くものを入れてったんだね。そういうことだね。入り口になってるわけだ。これ今レンガで、レンガかな、うん、レンガで塞がれてきて、ここがこうかがんで入るわけだ。これがいろんなところにあって入れるようになってると。周り一帯がもうね、丹波焼関連のお家ばっかりだったな、うん、すごいね。そう考えるとやっぱりこうずっと伝統が息づいてるって感じがするね、この辺りね、うん。そして、はい、この丹波焼の里と先ほど言ったブリッジワールド、うん、どちらも兵庫フィールドパビリオンというものに、ね、認定されてるんです。あらあら、そいつはあれですか、はい、大阪関西万博関連のあれです。お、パビリオンだから、うん、おお、よく気づいたね。関係あるんです。関係あるんで、そうなんです、うん、はい、兵庫フィールドパビリオンというのは、うん、2025年開催の大阪関西万博に合わせて、うん、会場だけじゃなくて、うん、地域の活動の現場そのものを体験できるように指定されているスポットなんですね。そうなんですよ、うん、大阪関西万博だから、はい、大阪の夢島の会場だけじゃなくてってとこがね、うん、大事なのは私ねスペシャルサポーターなのでよくよく存じ上げております。さすがです。やっぱね、兵庫の魅力をそのままに味わうことができる、うん、これがやっぱ大阪関西万博ってついてるからにはこれが大事なんですよ。なるほど、大阪だけじゃなくて。そう、大阪にある夢島の万博のところに行くだけじゃなくて、うん、そこにね兵庫観光のプランなんかを組み込むっていうのもいいところなんじゃないかな、ね。そうだね、まあ、せっかく行くならそう合わせて観光もしちゃおうというのいいかもね。そうそう、そうせっかくなんでね、で、うん、距離近いから、うん、ぜひ楽しんでいただきたいですな、うん。そして、はい、なんとこの後、はい、丹波焼を作る体験をさせていただけることになって、俺たちが、はい、申し訳ない。いいの、その日本六個用の中に俺たちが入り込んでも。いいらしい。七個用目になる可能性あるよ。マジ作っちゃう？もう一個。なんで古いんだ。じゃあやっていきましょうか。はい、ということでやっていきましょう。はい、さあ到着しました。はい、こちら丸八釜の清水さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ丹波いらっしゃいまして。ありがとうございます。ありがとうございます。清水さん、普段はどんなものを作られているんですか？うちは、母親と二人でやってるんですが、はい、まあ、母親はすごいシンプルな昔ながらのもので、うん、僕は最近ね、すごくカラフルな器。丹波のイメージというのはシンプルな白黒とか、あの落ち着いたイメージ。落ち着いたイメージあるけど、今最近は、結構カラフルなやつもあって、まあ、僕もその、まあ、走りというか、うん、今カラフルな器も作らせてもらってます。はい、今回ね、この菊皿って言って、はい、まあ、うちこの丸八釜の定番商品、はい、一番人気と言っても過言ではないぐらいの。不思議な型があるけど。そう、これ石膏で作った型で、まあ、なるほど。これ、はい、これあのタタラと言います。粘土を板状にしたものタタラと言います。これをこう上にかぶせて、はい、でそれを叩いて、うん、こちらの石膏の面の方が出来上がりっていう。なるほど、はい、なるほど。結構器用さが問われそうだけど、はい、そしたら、はい、もうじゃあこれを真ん中からまず、はい、真ん中トントントンと何回か叩いてもらって、はい、で
頂点から下に向かって一回軽くこう叩くような感じ、はい、そしたらこうすごいすごい、もうなんか凹凸が出てきてるんですけど、はい、すごい、そういう感じで、こ本当こんな手のね、手のここを使っていただいて、はい、ここ、ね、はい、この辺を合谷があるあたり、壺で説明するけど壺ができるかもしれないから、あ、壺は作らないさらっとでもなんか確かに、うんうん、あの凹凸は出てきた感じがする、はい、そしたら布をこう被せます、はい、そしたら今ここに危なかし、危なかしが置いてます、おお、はい、はい、確かに溝がついてるみんな手作りの道具なんですけど、はいはい、まず底の部分ですね、はい、底の部分はやっぱ平らじゃないとこうデコボコしたりするんで、はい、なるべくこう思い切ってまっすぐ回しながら、ゆっくり回しながらでこうです、なるほど、お皿ですもんね、鳴らしていきます、うん、ここでくっきりと叩いていきます、 でもお好み作りね、それぞれの個性があって、伊沢さんのすごい大きめの底、はい、本当ですね、安定した大きめの底、平沢の山本さんと僕は同じぐらい、これキュッてなってますね、ちっちゃめの、はい、違いがあるな、まあ、次ですね、次、粘土を下へこう、はい、おーおー、だからこれでも強くやると、これむずい、強くやるとなんかグニってなっちゃう、結構ガタガタになっちゃうな、これそれも個性なんで、確かにあまり気にせず、どんなところがやっぱ丹波焼きの特徴なんでしょう、うん、丹波はっていうのは、はい、特徴がないのが特徴って言われてる時期がありまして、あのよくあの鑑定団とかで、はいはい、ああいう時でもちょっと似たようなもので、どこの例えば信楽のものなのか、はい、越前のものなのか、うんうん、とかちょっとわからないな、はい、じゃあ丹波かな、そんな言われる時期もあったぐらい、はい、いろんな焼き物があったんですよ、うんうん、バリエーションがあったんですね、そうですね、で時代時代に応じて、あと丹波の仕分けって言って、時代によって化けてきた、なのでまあ生き残ってこれてるのかな、なるほど、で僕がカラフルなものをしてもまあ許してもらえるのかな、寛大な心がね、そこが深いから、そうです、もう確かにいろんなものがあることで生き残りつつですね、じゃあそろそろ僕もこれにし、これにしよう、でも山本の方がなんかそのぴったり型についてる感じです味がある、なんかデコボコがある感じですよね、そうね、凹凸はある、そしたらこれでどこか、はい、サイン、あ、サイン、この底の部分どこでもいいです、初めてです、もうサインなんて多分1万回以上書いてある粘土ですね、粘土に書くのは初めてな、もうなんか箱一下手なサイン書きづらいですよね、うん、確かに箱一うまくいかなかった、めっちゃむずいよ、あ、これダメだ、これ俺と同じぐらい見つけなんだこれはこれさ、もうお互いのサインがどっちがどっちか分かんないかもしれない、指でなぞれば消えます、確かに、いや、そうです、消え直せる、俺もうこれ以上上手くなる気もあんまないな、これこれ上手くなりそうな気合がない、はい、はい、これで完成ですか、本当に大丈夫、今日の作業はここまで、はい、ありがとうございます、完成、はい、完成した、この後数時間置いたらこれ取れるんですよ、はい、うん、でそれを、1日置いて、はい、この辺のいらない部分をもう少し綺麗に掃除して、はい、はい、それで、焼き上げて、焼き上げたものをお送りさせていただきます。ありがとうございます。すげえ。お楽しみお待ちください。楽しみだな。どうなるんだろう。どうなるんでしょうね、これ。ということでお店の方にやってまいりました。ね、俺の方からすごい見えるんだけど、うん、カラフルだね。綺麗だね。すごい、もう銀さんおっしゃってたようなカラフルな。うん、ちょっとやっぱ俺の中での丹波焼きのイメージと違う色がいっぱいありますね。そうね。ね、でここに菊皿のね。はい、これこのサイズだって、そうです、私たちが作ったものと同じようなものが、そうで、これの色を選べる、選べるですね、とりあえず選ぶとしたらどれ、どれかな、はい、あと5秒で選んでください、ぐわっ、そう、あ、きつい、あ、ずっと、あ、クイズ大会の5秒カウントよりもきつい、5秒で答えになると、どれ、じゅん、おお、緑系の色で、じゃあ、俺白にしようかな、だいぶね、これ、すっきりした色ですから、これにあのあれじゃないかな、おひたしとか乗せると色が映える気がするんだな、めっちゃいいよね、これ多分ね、煮物とか乗せたらいい感じだと思う、美味しげですね、うん、じゃあ緑と白にしましょうか、そうしましょう、いい、じゃあこれは完成品が届いて、うん、果たしてこれになってる自信がすごくないんだがないねなんか本当に煮物が乗るのかどうかちょっと怪しい、まず物を乗せられるのからなんだけどこうなってるのがちょっと楽しみにしてる、楽しみですね、じゃあすいません、緑と白でお願いします、さて、はい、旅の最後はこちらです、はい、有馬温泉の旅館長楽さんでございます、最高でございます、ありがとうございますありがとうございます、まだ
4時台なのに温泉最高やった素晴らしい、はい、超楽超楽だけにテンションも上がっておりますけれどもねいいですね有馬温泉っつったらね日本三名泉に選ばれている温泉ですからね、うん、林原さんが選んでですねあそうですよし言えることは全部一息で言ったぜ、はい、日本三古湯というねくくりにも含まれる、はいはい、古いお湯とかね、うん、金泉っていうちょっと色が特徴的なお湯と銀泉っていう透明なお湯がねありまして、うんはい、あの鉄が入ってるから酸化してちょっと特徴的な色になるのが金泉ってやつですな、うんうんはい、ありますねよし出し切ったからもう行こうぜよくしてんなじゃあ行きましょう北州というお部屋が今日の部屋なんですがいいですねじゃあ失礼しますガラ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 っとおー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 でーかーおーすごいすごいすごい失礼しますあらー素敵すごい広いこれ3部屋あってくつろげたり寝られたりそしてあこれここでご飯食べられるようになってるのかなそうですねきっと最高そしてそして大事なのはここよ。わ開けちゃう。いいですか。はい。窓系が大事ですからね。オープン。わあ素晴らしい。すごい。山の景色ですね。緑だ。で有馬温泉の一帯が見渡せるようになってるね。素晴らしい景色で。ここで朝なんか空気吸ったら最高だろうね。いいお部屋でございますよ。これいいリフレッシュになるね。ね。じゃあもう今日はここで籠城戦だな一歩も出ねえぞこのいい部屋をいい部屋出なくてもね旅行って楽しめるからねこの部屋で楽しみましょうよしじゃあ鍵閉めてこようかなということで、はい、浴衣に着替えましたいいですねくつろぐ格好になったんで、じゃあもうここからは一歩も出ずにねこの部屋を楽しみましょういやいやいや豪華な部屋だし温泉行きましょう温泉ああそううんあそっか温泉も素敵か温泉も素敵ですからねいやいい部屋だからな部屋の方がいいんじゃない部屋は綺麗なんだけど、うん、部屋はめっちゃいいんだけど温泉もねせっかくなんで行ってきましょう行くか行きましょう今温泉だしなじゃあ行きましょう行きましょうライザーさん、はい、温泉入って気持ちよかったね最高ですねもうこのまま寝てもいいね全然気持ちよくもう一日終わったような感じしますそういろいろやってきましたけれどもということで本日締めくくりにはいお食事といきましょう素晴らしい、はい、豪華豪華ですめちゃくちゃ揃いましたすごいもう一品一品紹介したいんですけどとりあえず酒だはい乾杯しようはいお疲れさん乾杯最高働いた働いたのかな今日働いたいい思いしかしてないけど器を作り高いところに登り高いところに登り高いところに登ったわやっぱそこなんだ働いたよ本当に最高いや温泉も最高だったねそうねまさか貸し切りのところに金銭と銀銭両方あるとは両方あってそして緑の中で日差し差し込む中、うん裸で仁王立ちしてきましたね最高でし た、ね、最高でした自然に包まれてね泉質がなんか全然違くて、まあ、そうね味わえるのが良かった、ね、そうそうそう温泉のね、うん、その深さみたいなのがすごく感じましたねもう食べちゃおう食べましょういただきましょう、ね、普段はねコースなんだけど今回特別に全品バーンと揃えていただきましたから、はい、好きなものからいただきたいと思います、はいね、有馬に来たからには、うん、神戸ビーフからじゃないですかね、ぶわはい神戸牛をですね素晴らしい刺しなんですが OK 取れたじゃあちょっといくよ箸上げするよはいはい、3、2、1あーすごーいあー美味しそうですね綺麗な刺しでございますでこれを石焼きでバーンあらあらあらいい音とか最高どれぐらいいただこうかしらはいではいただいちゃおうと思うんで神戸牛ありがたくいただきますあー美味しそうどうした美味しいいいねもうねほどけるような油ですよあら美味しい油の香りがするんだけど、うん、でもスルスルって消えてくからね、うん、後味爽やかおー美味しいそんなしつこくないそうなんですよこれがうまい
山本も食べるからじゃあな。今日忘れてたけど完全に。食べます。食べな。食べな食べな。じゃあだいぶパンで取っとくから。好きなの食べな。兵庫名物。はい。タイ行っていいですか。ああいいですねタイね。兵庫のタイはね。うん。荒い海に泊まれて、うん、非常に美味しく育つんですね。そうねやっぱね、うん、そうなると身が引き締まりますから、うん、淡白で美味しくなるからね。タコもそうですけどね。そうね。ちょっとタイいただこうと思います。さすがによろ。あいいね。ちょっとさっきます。はいどうぞ。いただきます。いかがでしょう。うんふんですね。おいしい。うんふん。これおいしい。柔らかいんだけど、うん、でも歯ごたえもしっかりあって、うん、いい鯛ですね。これはおいしい。なるほどね。おいしそうだな。もう普通に今聞きながらノータイムで俺が食べるんですけどね。あ、これおいしいわ。おいしいよね。すごい。うまみがすごいよ、ね。むっちりとね、下身からうまみがめっちゃ出てくるね。これおいしい。本当にグルメもあったし、歴史も見たし、絶景も見たし、そして体験もできたし、マジで幅広い体験がありましたね。ね。マジで幅広い旅行になりましたね。いろんな側面を見た感じがする。もうだからいろんな人と来ると、うん、きっとね、一個は誰かに刺さるやつがあるから、うんうんうん、みんなで来ると楽しそうな感じがしたね。そうだね。うん、よくやっぱね、姫路城が楽しかったね。ああそう。どのあたりが良かった？姫路はやっぱね、うん、やっぱ知ってるけど行ったことないっていうの、うんうん、クイズ的には非常に ね、 あ確かにね、行きたいポイントですよ。なるほどなるほど、それ大事なとこだな。そう、あの写真で見てたやつを実際に見れて、うん、でしかもね、うん、でもやっぱ圧巻だったね。ほうほう、そうだよね、うん、やっぱりああいうその天守の作りだったりとか、うん、見える景色っていうのは行ってみないと分かんないところだからね。姫路の街並みが見渡せたもんな、あれは、うん。やっぱ俺普通に丹波焼きとかをさ、うんうん、知識としては知ってても実際に作る過程を見ることとか体験することってできないわけじゃん。そうね。俺それがめちゃくちゃ良かったなと思ってさ、うんうんうん、本当になんか今日はうまっ神戸牛がうまかったわ今日は。それに集約された、うん、最高でした。ゴール地点がこの長楽さんでも最高でしたよ。最高ですね、うん、ここ温泉がさ、うん、やっぱ貸し切りでちょっと離れたところにあって、タチウオうま、そう、喋ってるんだから、うん、ちょっと離れたところにあってさ、うん、で結構特別感がある温泉で、そうね、あれ良かったね。でしかもまあ、うん、有馬温泉自体が神戸からも近いしさ、うんうん、アクセスもいいからね。そうですね、うん、ここも駅から10分とかで降りるし、送迎バスもある、うん、かなり来やすいところです。そうだね、ゴール地点としては最高だ、うん、最高だね。そしてこのお料理、この部屋、そして酒。もうね、普通にカメラが止まったら大の字になって寝ます俺は。さあ、ということで本日は兵庫県をたっぷり楽しんでまいりました。いや楽しかったね。ほんとやることいっぱいあったね。ね、まあ、ブリッジワールド怖かったけど山本めちゃくちゃ楽しんでたし、めちゃめちゃ楽しかった。で、丹波焼きの里ではね、体験もできたし、やっぱ兵庫フィールドパビリオンのね、面白さがたくさん今日は味わえました。そうです、他にもね、スポットあるんで、うん、まあ、電車なんかで巡ってみても楽しいんじゃないかなと思いますね。いや、そう思います、うん、さて、そんな兵庫県を舞台にした僕たちクイズノックがお届けする兵庫夏の体験クイズラリーは、うん、2024年の7月1日から実施しているんですね。おい、今回の動画で紹介しきれなかった場所も含めて、うん、美味しいグルメや町の文化、うん、そして鉄道の歴史を満喫できるようなところ、まあ、いろんなところがね、うんうん、最高の体験ができること間違いなし。はい、ぜひとも来てください。はい、まあ、一人でじっくりとね、回っていくのもいいですし、うん、俺タイプ二人で遊びにしたり、うん、グループで体験するというのも非常に楽しい内容になっていると思いますので、うん、そうですね、遊び方の詳細は、要チェック。はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ見てください、はい、そしてね、俺たちは今回丹波焼きの里を体験しましたけど、はい、兵庫フィールドパビリオン、まだまだ魅力的なスポットたくさんありますから、この夏にはですね、 JR 西日本から神戸姫路夏の体験デジタルパスが販売されます。ぜひぜひ活用して兵庫を楽しみ尽くしちゃってください。はい、お願いします。詳しい情報はですね、概要欄に記載のリンクからぜひチェックしてみてください。それではまた皆さん遊びに来てください。さよなら。